こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。ナスの栽培の時の動画のコメントです。植えた後に雨が降るのもダメですかということなんですが、まあおナスは基本的に雨が降る時に雨の中で植えたり、雨のすぐ後で植えるっていうのは土を練って団子状になって土の中の酸素がかなり少なくなってきて粘りが悪くなるので、特にお茄子は雨の日とか湿りすぎてる時に植えつけるのはダメですよというお話をさせていただきましたが、定植をした後は私もお水をかけたりしますので植えた後の雨降りは大丈夫だと思います。ありがとうございました。2個。